過去、3、40年いろんな霊界のものと会ってまいりましたですけども、悪魔たちの考えは基本的にこうで、地獄に行って地獄の勢力を増やそうとしてるんですけど、なんでかって言ったら、要するに、自分が天上界に上がれないのはもうしょうがないと思っても、いやでも地上に来てるやつを引きずり込んで仲間にして、地獄の勢力を増やすということで、そういう不幸な人を増やすことで、なんていうか自分の持ってるコンプレックスとか怒りとか憎しみとか、そういう復讐感情とか、こういうものを満たそうとしているわけですね。